子供を伸ばすのはお父さんでもお母さんでも先生でもありません。習慣です。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは非認知能力を高める3つの習慣です。幼児期に非認知能力を高める教育を受けると、その後もずっとその効果は続き、将来の学歴、年収、幸福度に大きく影響するというふうに言われております。学校で学んだことを生かすも殺すも非認知能力次第です。ただ自信を高めることが大事なんだよって子供に伝えて、じゃあ子供がうん、分かった、自信を高めるって、いきなり自信を高めるって、これ難しいですよね。難しいですよね。そうなんです。非認知能力もスポーツとか学力と同じで、何度も何度も練習し反復して繰り返していくことで身についていくものなんです。だから習慣化することが大事です。今回は1万人以上の非認知能力を高めてきたこのミスターおかっちが、実際に学校で子どもたちに教えている3つの習慣と、その習慣をご家庭で高めるための具体的な方法を紹介させていただきます。この動画を最後まで見ていただき、一つでも実践していただければ、親がいちいちあれやりなさい、これやりなさいって言わなくても、子どもが自分で考えて自分で行動できるようになります。ですので最後まで見ていただければ嬉しいです。このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんとお母さん、そして子供の教育に関わる方に向けて、子供のやり抜く力を伸ばすことにフォーカスした動画を配信しています。興味があれば赤いチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いします。あとインスタでも発信していますので、よろしければご覧ください。それでは早速紹介していきます。非認知能力を高める3つの習慣。1、自分を褒める。2、本気でやる。3、ミッションを持つ。1、自分を褒める。これ日本人めちゃくちゃ苦手なんです。もう小さい時はどちらかというとみんな自己肯定感は高いんです。自分の望みは叶えられるって思っています。でもね、小学校低学年高学年ってどんどん大きくなっていくと、自己肯定感は下がっていくっていうふうに言われています。理由としては、他の子供と比べたり、テレビを見てすごい人を見て、あ、こんなダンス上手い人がいるんだ、こんなサッカーが上手い人がいるんだ、自分なんかやっても無理やな、字上手いと思ってたけどたけし君の方が上手いやん、自分なんてまだまだやなっていう風に、他の人、他の方と比べてどんどん自分の自己肯定感を下げてしまうんです。そして自分の悪いところを見つける、そんな習慣、癖がついていきます。そうなると自分のことがどんどん嫌いになって、なんかこれやってみようっていう気力さえ起きないんですね。どうせやっても無理やっていう、その無力感がどんどん大きくなって、新しいことに挑戦できなくなります。ですので小学生の間に子供に習慣化させたいこと、それはいいところを見つけて自分を褒めるということです。24時間アンテナを立てるんです。自分のいいところよ、集まれっていうアンテナ、それをアンテナを立てて毎日生きていたら、自分のいいところもどんどん見つかるし、それだけではなく他の人のいいところも見つかっていきます。で、自分のいいところが見つかれば自分の気分は上がっていきますよね。元気になりますよね。ご機嫌になりますよね。で、気分が上がったらなんかできそうやなと思って、一歩目が軽いんです。ふっと一歩踏み出せやすくなります。で、踏み出してやっていって、で、気分がいいから失敗しても負けても気にしないんです。すぐ立ち上がって失敗から学び、もう一歩目を踏み出せる。そうすることでどんどんこう成長サイクルが回っていって、できることが増えた自分を見て、やっぱり自分できるんだって言って、自信がどんどん高くなっていくんです。ですので、いいところを見つける、これめちゃくちゃ大事なんです。それでは、どうやっていいところを見つけるということを子供に習慣化させたらいいのか、させれるのかというところを紹介します。3つです。1つ目、親が他の人とか他の子と比べないということです。たけし君と比べて絵がうまいね、他の子よりも足早いね、
言ってしまいますよね。思わず言ってしまうんですけど、こう言われたら子供はどんな気持ちでしょうか。いや、もちろん嬉しいですよ。褒められたから嬉しいって気持ちはあるんですけど、嬉しいって気持ちにプラスして不安っていう気持ちもついてくるんです、一緒に。足早いのは褒められたけど、遅くなったらお母さんに嫌われるのかな。漢字がうまい、絵がうまいって褒められたけど、他の子に負けたら僕はダメなのかなっていうふうに思ってしまうんです。そうなると自分が絶対に成功するって思うことしかチャレンジしなくなる。一歩踏み出さなくなる。自分の気持ちよりもお母さんどう思ってるんだろう、先生どう思ってるんだろうって他のことに集中してしまい、自分の気持ちっていうのは抑圧されたり無視されたりします。そうすると本物の自己肯定感が育っていかないんです。本物の自己肯定感っていうのは条件付きの自信ではありません。無条件に自分が自分であることをイエスで言えるって言える状態です。自分のいいところも悪いところもひっくるめてイエスって言える状態。これが本当の自己肯定感。その本当の自己肯定感を育んでいくためには、他の子と比べない。これが大事です。ですので、褒めるときは誰かと比べるんじゃなくて、その子自身と比べましょう。その子自身の過去と比べて伝えるということです。前回よりも 0.1 秒早くなったね。どんな気持ち？わあ、新しい漢字20個覚えてるやん。頑張ったね。こんな感じです。でも一番大事なことは、私たち大人が普段から他の人と比べずに生きるということです。うまくいったかどうか、成功したかどうか、幸せかどうかっていうその判断基準に他の人に勝ったかどうか、それを入れないということなんです。それを入れて生きていると、その生活、その姿がそのまま子供に受け継がれていきます。で、その価値観、その習慣が備わっていくんです。ですので、普段から他の人と比べるんじゃなくて、自分自身と比べる。自分自身の成長にフォーカスして生きるということ。これが一番大事だと思ってます。二つ目、プロセスに目を向ける。結果はコントロールできません。そうなんです。相手に勝てるかどうかとか、100点取れるかどうかとか、優勝するかどうかっていうのは、100% 自分でコントロールできることではないんです。そう。自分の力を 100% 発揮するためには、自分がやるべきこと、自分ができることに意識を集中することです。自分には変えられないもの、自分にはできないことに意識を集中すると、本来やるべきことに力を注ぐことができません。だから大事なことは、ね、結果だけではなくて、プロセスとか、準備とか、努力とか、その子にコントロールできることにフォーカスして声掛けをしていくということです。今日の試合は勝った？今日何点取った？これは結果にフォーカスした質問です。頑張ってるね。毎日6時半に起きて一生懸命勉強してるね。新しい漢字を6個も覚えたね。頑張ったね。これがプロセスにフォーカスしたフィードバックです。このように結果だけじゃなくて頑張ってる姿、準備、努力、そのプロセスを声を、プロセスに対して声をかけてあげると、お母さんはいつも僕のことを見てくれてるんだって、そんな気持ちになって嬉しくなって、また次の一歩を踏み出すようになるんです。三つ目、今日はどんないいことがあった？毎日聞きます。今日はいいことがあった？って聞くと、特に別にって答えが返ってきたり、まあ、無視されたりするんですね。そのケースっていうのは、すごくいいことがなかったかなって、すごくいいことっていうのがもうデフォルトになっていて、その基準で探してしまいます。そうなると、すごくいいことはなかったなっていうことで、普通にっていう答えが返ってくるんです。そのような聞き方ではなくて、今日はどんないいことがあった？とか、一番楽しかったことはなーにとか、いつもと違うことでなんか良かったことってどんなこと？っていう質問をしてあげれば、一日を振り返って、その中で何かなかったかなってアンテナがね、より敏感になるんです。そしてその話をね、お母さんにします。これ大事なんですよ。お母さんにします、するんですよ。で、その話をしてるときに、お母さんがその子の
言葉、そしてその子の気持ちに寄り添って話を聞いてあげる。そうすると自分の楽しかった体験をお母さんがちゃんと嬉しそうに聞いてくれてるって、その体験がどんどん積み重なっていくんです。そうするともっともっと楽しいことないかな、もっともっといいことないかなって、そのアンテナがね、もっともっと敏感になって楽しいことを見つける天才になります。二つ目、本気でやる。 Do your best です。全力でやる、 100% やる、一生懸命やる。そうするからできなかったことができるようになるし、できることがもっとできるようになるんです。だから成長するためには本気でやるっていうことはもう必要不可欠です。だから親としては本気でやることの大切さと楽しさを子供に理解してもらって、今向き合っていることに本気でやってもらう、これを習慣化させることが大切です。ではどうやってそれを習慣化させたらいいのか、二つ紹介します。一つ目、失敗の意味を伝える。もう僕自身がそうだったんですけど、本気でやってしまって負けてしまったら自信がなくなるとか、失敗するのが怖いって思ってしまって本気でできなかったんです。失敗とは何でしょうか。僕の考えでは、失敗とは本気でやらないこと、全力を出さないこと、それが失敗です。全力を出さない、それで試合に負けたらどんな反省がありますか。本気でやらなかったから、全力で練習しなかったから、そんな反省しか出てきません。次につながる一歩につながらないんです。だから本気でやる、一生懸命ぶつかる、そうすることで何ができて何ができなかったのかが分かる。できているところを伸ばし、できてなかったことを練習努力で改善する。そうすることでどんどん成長していく。できていることがもっとできるようになり、できなかったこともできるようになる。だからそれは失敗ではないんです。負けること、そして100点取れなかったことは失敗ではない。本当の失敗は全力を出さないこと、本気でやらないこと。だから今日の練習で自分の全力を出せば、出している限り君は失敗することはないんだと。ミスをしてもそれは失敗ではない。そこから立ち上がって本気を出せばそれは失敗じゃないんだよと。成長につながる大事な学びなんだよと。だから今日も一日がむしゃらに自分の全力を出して頑張ろう、俺もやるから、そのように伝えています。そして実際に大人である僕、そしてコーチが失敗している場面を見せる、ミスしている場面を見せるということ、これめちゃくちゃ大事なんです。そうすれば失敗とかミスするっていうのは全然大丈夫なことなんだ、そこから学んで次につなげればいいんだっていう、そういう失敗しやすい環境、雰囲気っていうのができてきます。二つ目、成長のメカニズムを伝える。成長のメカニズムを説明するときに一番わかりやすいのは筋肉の超回復の話です。こちら、はい、ね、まあスポーツ、何でもいいですよ、スポーツね、バスケットボール、一生懸命練習します、一生懸命練習します、そして限界をちょっと超えました、超えて、そして休みます、ご飯を食べる、で次また練習するときにはじゃんって言って、前のね、前の限界よりも超えてるんですよ。でまたその時の練習もね、自分の限界を超えて練習する、するとまた休んで、次来る時には限界を超えてるんですよ。でもう一回限界を超える、これを繰り返していくことで人間は成長していく、人間の体そして筋肉は成長していくって言われてるんです。でもこれね、自分の限界を超えずに自分が楽なことだけやってたらどうなるのか、まあ、ここやとするじゃないですか。自分の限界がね。まあ、楽なことをして、じゃあ休む。じゃあまあ、また同じぐらい、ちょっと低いところに行く。休む。ちょっと低いところになって、休む。低いところになって、休むっていうことで、ちょっとずつね、自分の能力が下がっていくんですよ。これ面白いことで、自分の限界を超える、そういう練習をやっていくことで筋肉は伸びるけど、自分にとって楽な練習をやっていたら、筋肉っていうのはどんどん落ちていくんです。これっていうのは何も筋肉だけの話じゃない。頭もそう、心もそう、
そう。体も頭も心も全部本気でやって自分の限界を超えていくことで成長するんです。だから、勉強やるときも、スポーツやるときも、今日この瞬間を本気でやる。そうすることで成長していくんだよ。上達していくんだよ。そのように伝えると分かりやすいんじゃないかなって思います。三つ目、これが最後です。一番伝えたかったこと。それは、ミッションを持つ。今やっていることのその先を見るということです。最後までやり抜く子は、今やっていることのその先を見ながら、今やっていることに集中しているんです。ただ単にドリブルを練習するんじゃなくて、このドリブルを練習して次の試合でたくさんの人を抜くんだ。それをイメージする。今漢字を勉強しているのは将来いい大学に行って恐竜博士になるためだ。という先のビジョンを描いて今本気でやっている。だから今やっていることが辛くないんです。面白くないことでも面白いに変えれることができる。やらなければならないじゃなくて、やりたいに変える。そういう力を持っているんです。どうやったら子供がミッションを持てるようになるのか。一番簡単で一番効果的な方法を紹介します。それは、頑張ってる子供を見かけると、頑張ってるね。それをやったらね、どんないいことがあるの？って聞く。これだけです。今日も漢字いっぱい書いてるね。それ漢字書けるようになったらどんないいことがあるの？おお、今日もシュートの練習頑張ってるやん。それシュート入るようになったらどうなんねやろ。これだけでいいんです。こんな質問を子供に投げかけることで、子供は今やってることの目的を考える習慣が身について、最後までやり抜く力が伸びていきます。あと、今日紹介した3つの習慣すべてに共通するんですけど、親が実際にやる、実践する、見本になるということ、これね、やっぱ一番強力なんです。ミッションを持つことが大事なら、親がミッションを持つ、子育てのミッション、仕事のミッション、そして人生のミッション、そのミッションを持ってそれを子供に語るんです。お父さんはね、テストの点数だけがいい子供じゃなくて、テストの点数が良くて、そこで学んだことを大人になった時に活かせる。そういう子供を育てていきたいんだ。だからライフスキューの学校を作ったんだよ。お父さんは、たけしが将来自分で考えて自分で行動できる。そんな人間になってほしい。そう思ってるから、今こんなミッションの話をしてるんだよ。お父さんは、生まれてきてよかった！そういうふうに思って生きていきたいから、毎日勉強して、毎日本気で生きてるんだよ。こんな感じで、お父さん自身のミッションを語り、そのミッションを実現するための行動を毎日見せていく。それはね、やっぱり強力です。一番影響あると思います。はい、それでは3つ紹介してきたので、まとめます。まず1、自分を褒めるということ。いいところをたくさん見つけて他の人と比べるんじゃなくて昔の自分と比べて結果だけではなくて準備、プロセス、努力そのプロセスにも目を向けて、子供に声をかけていくということそういうことをしていけば自分を褒める習慣がついていきます。二つ目、本気でやる。本気でやることなしに成長することはありえません。本気でやることの楽しさ、そして大切さを子供に伝えてあげましょう。三つ目、ミッションを持つ。今やってることのその先の世界、その先の目的を描く、そういう習慣をつけさせてあげること、とても大事です。自分のミッションを語ってあげることでもいいし、それをやった先にどんないいことがあるっていう質問、これは一番簡単で一番効果的です。ぜひ実践してみてください。はい、長くなりましたが以上になります。本日は実際に僕がこのライフスキルの学校で子供たちに教えている3つの習慣を紹介させていただきました。何か実践していただき、ちょっとでも変化があればコメント欄とかに入れていただければ嬉しいです。この動画を見てちょっとでもためになった、勉強になった、役に立ちそうって思われた方は高評価ボタンを押していただけたら本当に嬉しいです。このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて
やり抜く子を育てるための行動習慣、そこにフォーカスした動画を配信しています。よければチャンネル登録よろしくお願いします。インスタでも発信していますので、よろしければご覧ください。はい、ということでまたお会いできることを楽しみにしております。さよなら。非認知能力が人生の9割。